始まりましたアプカミ。今回のお相手は椿ファクトリーの山岸莉子とビヨンズ地下鉄の江口さやです。この番組はアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。私たちのレコーディングやリハーサルなど制作の過程をお届けしていきます。さあ、それではまずは MC2 人の裏側に迫っていこうと思うんですけど、はい、私山岸はですね、最近は夏のツアーアンコールパレードというのを全国各地で行っているんですけど、その本番当日も会場でリハーサルをするじゃないですか、はい、もうその時点でお風呂上がりのようになってしまって汗びっしょりになってしまって、もう私はリハーサル前にメイクを終わらすんですね。もういつも、 もうメイクなんか全部取れちゃうぐらいになってしまって、もう毎回意味ないなって思うんですけど、でもやっぱりメイクしてからリハーサルしたいなって思うので、うん、もうすごい汗びっしょりになるぐらい、セットリストがまずすごく激しいのが多くて、うん、まあ、大変なんですけど、まあ、みんなで協力して頑張ってコンサートしています。そう、すごい、やっぱり夏だと余計にいつものリハに比べて汗かきますよ、うん、そうなんです。しかも今披露している新曲があるんですけど、はい、その曲が結構ハードな振り付けばかりなので、うん、その曲でみんな汗かいちゃいますね。わかります。すごいビヨンズも激しい曲が多いので、うん、もうリハーサルの段階から汗かいてるメンバーが多いですね、うん、はい、ビヨンズはですね、最近夏フェスだったり夏のイベントに出させていただくことが多くなってきたんですけど、うんうんうん、そこでやっぱ夏ならではの野外のステージとかも多くて、すごい久しぶりに野外のステージに立ったので、うん、まあ、景色なんかも室内のこうやるライブとはまたこう違った雰囲気で、まあ、最近はこう声を出さなかったりとか着席で見てもらう機会っていうのが多くなってきているので、その野外フェスのようななんかこうお客さんが立って応援してくださっているっていうのがもうすごく懐かしくて、メンバーたちも楽しんでやっていますね、うん、はい、なんか最近は一席空きではない、うん、コンサートとかもやったりしてるので、うん、やっぱり声ありきのコンサート、うん、ライブ早くしたいなって思いますね。 そうですね、はい、それでは今回のアプカミ、まずはこちらから。椿ファクトリーアドレナリンダメ楽器レコーディング。椿ファクトリーのニューシングルからアドレナリンダメのギターとベースのレコーディングの様子をご覧ください。すいません、お待たせしました。お願いします。テンション上げていきましょうか。はい、お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。
とうございます。一度こちらで聞かれますか。はい、聞いていいですか。はい。いい感じになりました。まあ遊べるところはなんかちょっと遊び心も入れれればなぁ、はい、あんまカチカチにしても面白くないんで、はい、遠慮なくまだちょっとね、はい、猫かぶってますね感じがしちゃうので、はい、もっとなんかライブ感出してというか、はい、ライブやってる雰囲気で行った方が面白いのかなって感じしましたけど、はい。ベーシックでいい感じだと思うので、はい、これで箇所箇所をやっていきましょうか。はい、お願いします。ベースからいってみましょうか。はい。いいんじゃないですか。はい、大丈夫でしょうか。あの B2 の段の最後のケツの D7 とかもっと遊べてもいい、遊んじゃってもいいかもなと思ったんですけど。はい。うん、これぐらいの方がなんか分かりやすくていいかもしれない。うんうんうん、D メロ、はい、D ブロック、はい、がね、ちょっとね、よれてるところと弱くなっちゃうところが気になったんで、まあちょっと遊びたい部分ではあるんですが、はい、まあ、あんまり上に行くとまたちょっと腰高になっちゃうんで、うんうんうん、まあリズムで、フルとかでちょっと遊べるといいかなみたいな感じですかね。はい、承知いたしました。やるなでもちょっとやりすぎかも。もう全部持ってっちゃってるやん。最後だけ、はい、もうちょっと我慢してもらって、はい、もうちょっと最後の方で美味しい山作ってもらえた方がいいかな。これでいただいておきます。はい、お願いいたします。ギターはベーシックでどっか気になるとこあります？スルッと落ちから、はい、落ちのところから最後まで、最後までちょっと一番いいノリで了解です。じゃあテンション上げてお願いします。お願いします。
せっかくなんで、はい、オチの段の最後の D7、はい、チャカ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 っていきますよ。わかりました。あ、いいですね、うん、はい、じゃあ、次もう一個、はい、持ち替えます。お、綺麗にいったんじゃないですか。はい、ではギターソロを、はい、ちょっとギターまた変えます。はい、はい、お願いします。じゃあ一回こっちで聞きましょうか。はい、終了でーす。お疲れ様でした。ありがとうございました。編曲を担当させていただきます、すみかもです。よろしくお願いします。今回のこのアドレナリンダメという曲なんですけれども、編曲のこだわった部分というところは、やっぱり最初に、その拓井さんから届いたデモが、もうそれこそアドレナリンこんな出しちゃっていいのかっていうぐらい、もう、いい意味でもう音もすごい歪んでて、うん、もう声とかも、もう気持ちがどんどんもう前に出てるようなデモだったから、まあ、それに負けないようにどれだけ熱量を込めてサウンドをこう残せるかなっていうところが一番、まあやっぱりこだわった部分でもありますし、まあ、挑戦を挑むじゃないですけど任せてくださいという感じで、そこが一番こだわったところではありますね。ギターを担当させていただきました、はい、中間翔太です。左右のギターでちょっとこう違うリズムでこう弾いてですね、パーカッシブに聴かそうというのをすごく意識して弾かせていただきました。で、一番僕も心に残ってるんですけど、ソロがなかなかこうちょっとうまくイメージがわからなかった時にですね、住川さんがこうボイスメモで LINE でこう、ジョンジョンジョンみたいな感じで歌ってくれたんですよ。シャバラバラバラバーンみたいな感じで、それをヒントになんかこう組み立てていって、はい、いいソロが完成できたかなと思います。ベース担当させていただきました、マニワヒロノリと言います。ノリがすごい難しくて、キープするのも音圧を足していくのもすごい大変で、すごい集中して、それこそなんか難しいプレイをするよりすごいアドレナリンが出ております。一個一個すごい集中して弾いたフレーズですので、その辺もね弾いていただけると、とやっぱすごい乗せていただいて、暴れるポイントとかもすごい作っていただいて頑張って弾いてますので、ぜひ聴いてください。全体のサウンドを見ていく中で、まあ、そのブラスのサウンドどうしてもちょっとブラッシュアップかけていきたいなという中で、まあ、アレンジのサポートといいますか、そういった本周りのアレンジを担当してもらいました。ムンちゃんです。ムンエシルです。アレンジ、ブラスアレンジをさせていただきました。アドレナリンダメという結構こうイケイケなタイトルだと思うんですけども、ベースとギターに負けず、ブラスも結構イケイケでハイノートもバンバンで攻撃的なフレーズが結構たくさん入っていたりで、聴いてる人もこうバンバン攻撃されるような結構そんなアッパーなブラスアレンジを心がけましたので、ぜひいっぱい聴いてください。そんな、制作人私たちが、魂を込めて使わせていただきまして、皆様のご協力のもと最高の音ができたと思っております。というわけでアドレナリンダメ。はい、このアドレナリンダメっていう曲はアップテンポでファンキーでかっこいい曲なんですけど、このかっこいい疾走感をその演出してくれてるのはギターとかベースのおかげでもあるんだなってすごく感じましたね、うん、なんかギターとベースの音を聞いてるだけでもすごく体が乗っちゃうようなノリノリになれて、いろんな音のおかげでこういう素敵な曲が生まれてるんだなってすごく嬉しく思いました。はい、そうですね、すごいかっこよかったですね。ね
なかなかこうやってギターだけとかベースだけっていう風にこう音を聞く機会っていうのはないと思うので、うんうんね、すごくかっこよくて衝撃を受けたんですけど、うん、ビヨンズは、うん、それこそピアノが結構こう入ってる楽曲が多くて、うんうん、実際に小林ほのかちゃんがライブでもこう生演奏で弾く曲っていうのは多いので、うんうんうん、まあ、ビヨンズ的には結構こうピアノに合わせてというか、ピアノとずれないようにみたいな感じで意識することも多いんですけど、まあ、実際にこうピアノ以外にもドラムのハイハットとかをよくメンバー同士で、まあ、12人の歌声がずれないように結構ドラムのハイハットを聞こうみたいな感じで話は出てきたりはしますね。はい、ということで以上、椿ファクトリーアドレナリン止めギター&ベースレコーディングでした。お茶の間シャンピーダンス、踊りも勝負感ダンス、人生も勝負体ダンス、手と手を取ってウフフウフフ、アンコールが口元わらわ恥ずかしい、シャンピーラブ恋しも勝負感ラブ、お茶の間デビューシングルいつもお疲れ様です。続いてはこちらです。ジュースジュース雨の中の口笛ボーカルレコーディング。ジュースジュースのアルバムから雨の中の口笛、江端妃咲のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。そしたら撮っていこうか。まずは、はい、じゃあダーリンコの席でからほら音の呼ぶ方へ、ここまで一回やってみよう。はい、はい、ダーリンコの先ってはぐれたりしたくないの、お願いよそのままって、しとしと雨の中をトゥトゥトゥルトゥ、いつかならんで歩くほら音の呼ぶ方へ。うん、オッケー、今の感じ、乗り方は完璧です。はい。ちょっとだけ、ほんのちょっとでいいから、はい、ニコッとしてやってみて。はい。ちょっとでいいで、あんまりニコニコーって感じじゃないから、はい、うん、ほんの微笑む程度でいいや。はい。オッケー。ダーリンコの先ってはぐれたりしたくないの、お願いよそのままって、しとしと雨の中をトゥトゥトゥルトゥ、いつかならうって歩くほら音の呼ぶ方へ。 OK、さあその次行きましょう。ふたりぽつりからあなたのその口笛の4行までやってみましょう。はい、たちの匂いがした、やけに生ぬるい風包み込んだあなたのその口笛。最後のあなたのその口笛とかがはもっとやっぱ笑っててほしいなって気はちょっとしたかな、はい、なんかそこはすごくちょっとこう真面目に聞こえちゃうとなんかもったいないなと思う。はい、うん、もう一回やってみようか。はい、の匂いがした、やけに生ぬるい風包み込んだあなたのその口笛。うん、OK。 はい、はい、じゃあまたまたサビですね。ダーリンコの先てから音の方へまでいっちゃいます。はい、あなたのその口笛、この先ってはぐれたりしたくないの、お願いよそのままって、しとしと雨の中をトゥトゥトゥルトゥ、いつかならうって歩くほら音の呼ぶ方へ。あ、感じすごいよ。そんな感じでいいです。はい、ここでクイズです。頭サビと、まあ、はい、言うたら一緒やんか、これって。はい。やねんけど、一箇所だけ違うところがあります。さあ、どこでしょう？しとしと雨の中を。おー！え、
さあ、人と雨の中の王のどこが違う？雨の中。さあ、もっとじゃあピンポイントで、それの何が違う？わかんないです。人と雨の中をっていうのが、頭サビな。はい。それ以外のサビは、はい。あ、中を。そうそう、中の川の音が違うんだよね。はい、じゃあそこが違うということをちょっと頭に入れて、じゃあもう一回歌ってみましょう。はい。あなたのその口笛、ダーリンこの先ってはぐれたりしたくないの、お願いよそのままで、しとしと雨の中を、トゥトゥトゥルトゥ、いつか習って歩く、ほら音の呼ぶ方へ。うん、オッケー。じゃあ次行きまーす。あい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 あさ、どこね。はい。確かな一つの答え、ふう、ここまで行きます。はい。音の呼ぶ方へ、あい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 がさ、ない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 まだ、あい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 愛してる、なのにあいあいあい前だな、いやない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 まだ、確かな一つの答え。あすごいいろんな表情が見えてすごく良かったと思うよ、はい。うん、ただリズムちょっと前半、特に前半やねんけど、ちょっと気持ち走り気味になったりするので、まあ、その辺だけちょっと注意して、はい、うん、もう一遍行ってみよう。はい。音の呼ぶ方へ、あい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 がさ、ない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 まだ、あい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 愛してる、なのにあいあいあい前だな、いやない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 まだ、確かな一つの答え。あー OK、 じゃあ一個だけちょっとリクエスト。はい。3ゲーム、あい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 してるのとこ、あいあいあいしてるっていうのをちょっとこうニコッとしながらやってみようか。はい。あい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 がさ、ない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 まだ、オッケー、はい、以上ですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごくおしゃれで落ち着いた楽曲だと思うんですけど、うん、その中でもあの江端妃咲ちゃんのなんて言うんですかね、ちょっと幼さが残ったというか、うん、あの可愛らしい歌声がマッチしていて、すごく素敵だなというふうに思いました。はい、あの江端妃咲ちゃんとはあの去年の花鳥風月のコンサートで一緒の鳥チームだったんですけど、はい、あのその時はすごくフレッシュで元気で可愛らしいっていう印象だったんですけど、うん、この歌声を聞いて、あ、なんかちょっと大人っぽいしっとり系も歌えるんだって思って、これからの妃咲ちゃんの成長にも期待だなと思いました。はい、ということで以上、ジュースジュース雨の中の口笛、江端妃咲のボーカルレコーディングでした。大丈夫、なんとかなるよ。椿ファクトリーの山岸理子と、ビヨンズ地下鉄の江口さやがお送りしているアップカミ、続いてはこちらです。ビヨンズハムカツ目視録レコーディング。ビヨンズの楽曲ハムカツ目視録のガヤレコーディングの様子をご覧ください。まず1ブロック目から2ブロック目の間のハムカツクまず撮ってみましょうかね。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ一回やってみます。ムカ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 つくんですけど、イラ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 超ムカつく。ポイント5倍の日にポイントカード忘れちゃった。お風呂溜まったかなと思ったら線が抜けてるし、ハムカつく。ポジティブでいいよね。ってそれなんか問題？ムカついて電車に乗ったら反対方向だった。どうもアンガーマネジメントの島倉です。怒るとき怒ればそれだけ芝増える。はい、七五調。ハムカつく。感じた怒りを数値化してみるのが効果的ね。怒りを0から10段階として点数をつけてみて。つまり怒りを客観視することで。聞いてます？聞けー。その顔ムカつく。はぁ、もう一回のちょっとこうリコシカ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 
逆に合わせない感じのも欲しいんで、はぁとか、はぁとか、はぁとか、うん、なんかいろんな声のパターンをそれぞれでちょっと混ぜていただきたい。はい、はい、はい。で、今リズムもさ、結構こうオンテンポの中で入ってるけど、あえてちょっと意識してこうなんかばらけてる人数感みたいなのが出るイメージで一回やってみてよ。はい、はい。で、それぞれニュアンスも変える。はい、はい、かわいい担当、かっこいい担当、ボケ担当みたいな。歯のかわいい担当とは。そんな人もいていい。はい、じゃあそれで貸してください。イラ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 イ、本当にムカついています。ティッシュ箱の最初の1枚目がすっごい取りにくい。 USB が絶対1回でスッと刺さりません。はぁ、ムカつく。お会計した後にクーポンの存在に気づいたんですけど。マヨネーズを買ってきたら家に新品がありました。どうも、アンガーマネージメントの山崎です。小さいな、ムカつくレベルが小さいぞ。はい、七五調。はぁ、ムカつく。そう、そのムカつくを別の言葉で言ってみよう。例えば、心持ちが何かしら不快である。はい、おっしゃってみて。おっしゃって、おっしゃいなさい。はぁ、心持ちが不快である。はぁ、はぁ、沼、まあ、よかったけどね、うんうん、今のねばらけ具合いいですね、うん、はぁ、ムカつくの2個目が良かったのかな、イメージ的な、うんうん、もっとじゃあテンション高いはぁ、ムカつくも一応取っときたい。ムカつく、はぁ、ムカつく、はぁ、ムカつく、せっ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 せイラ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 イ、本当にムカついています。ティッシュ箱の最初の1枚目がすっごい取りにくい。 USB が絶対1回でスッと刺さりません。はぁ、ムカつく。お会計した後にクーポンの存在に気づいたんですけど。マヨネーズを買ってきたら家に新品がありました。どうも、アンガーマネージメントの山崎です。小さいな、ムカつくレベルが小さいぞ。はい、七五調。はぁ、ムカつく。そう、そのムカつくを別の言葉で言ってみよう。例えば、心持ちが何かしら不快である。はい、おっしゃってみて。おっしゃって、おっしゃいなさい。はぁ、心持ちが不快である。はぁ、最高やな。セインを入れることによってやっぱノリが今の線入りのやつをもう一個ダブろう。はい、はい、行きます。イラ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 イ、本当にムカついています。ティッシュ箱の最初の1枚目がすっごい取りにくい。 USB が絶対1回でスッと刺さりません。はぁ、ムカつく。お会計した後にクーポンの存在に気づいたんですけど。マヨネーズを買ってきたら家に新品がありました。どうも、アンガーマネージメントの山崎です。小さいな、ムカつくレベルが小さいぞ。はい、七五調。はぁ、ムカつく。そう、そのムカつくは別の言葉で言うよ。例えば、心持ちが何かしら不快である。はい、おっしゃってみて。おっしゃって、おっしゃいなさい。はぁ、心持ちが不快である。はぁ、オッケー。終わりました。まあ、ガヤっていうのは、あの、にぎやかしとか愛の手みたいな意味があるんですけど、ビヨンズはもうほとんどの曲がこういうガヤみたいなのが入っていて、レコーディング、こうガヤレコーディングみたいなものも、うん、あの多いので、みんなでああやってあの一つのマイクを囲って、うん、ガヤのレコーディングをする機会っていうのは本当にたくさんあるんですけれども、まあ、今回はハムカツ目視録ということで、まあ、なかなかあの今まで元気とか、なんか明るいみたいな曲はあったんですけど、ムカつく曲っていうのはなかなかなくて、実際にこういうなんか、はぁ、ムカつくみたいなセリフを言うっていうのも、あの、珍しいと思うんですけど、セリフも4パターンありまして、あの、まあ、ミュージックビデオと、あと CD に音源化されているのとは別に、またライブでしか見れない、あの、パターンのセリフの寸劇もありますので、そういう部分にもすごくあの注目してほしいなというふうに思います。すごい。椿はみんなでガヤ撮りっていうのはあんまりな
かったんですけど、先日の武道館公演の時にアクトレスメドレーっていうのをして、まあ、セリフ入りのメドレーしたんですけど、その時にセリフのレコーディングもしたんですけど、やっぱりセリフ言うのって難しいなって思いました ね、 そうですよね。椿はみんなで深宿りしたことないので、いつかしてみたいなって、すごく見てて楽しそうだなって思いました。はい、ということで以上、ビヨーンズハムカツ目視録深谷レコーディングでした。アンジュルム、愛すべきべきヒューマンライフ、ナウオンセール。嬉しいこと楽しいこといっぱいあるといいね。山岸莉子と井口沙耶がお送りしてきたアプカミ、お別れのお時間となりました。はい、今回もいろいろな映像を見てきましたが、私井口はビヨンズのハムカツ目視録のガヤレコーディングがすごく、印象に残っていましてですね、あえて客観的にこうレコーディングしてる様子を見てみるとやっぱりこうなんか面白いというか、なかなかこうセリフでああやってもうほぼ演技指導みたいな感じでレコーディングを進めていくので、なんかああしてみるとすごく、まあ、独特な雰囲気だなと思いながらもビヨンズは他にも個性的な楽曲がたくさんありますので注目してほしいなというふうに思います。私山岸はやっぱりアドレナリンダメのギター&ベースのレコーディングが印象に残ってるなって思うんですけど、はい、あんなに手が早く動くんだと思ってすごくびっくりしましたし、あとは編曲してくださった住釜さんがご自身で振り付けを考えて踊ってみたをやってくださってるんですけど、それ見てメンバーですごいねって言ったりとか、あとはその中島拓衣さん、曲を作ってくださった拓衣さんが一人でギター弾きながら歌ってらっしゃるんですね、アドレナリンダメを。そういうのを見たりしてすごくこの楽曲たくさんの方から愛されてるなって思うので、私たちもこの楽曲をずっと愛していきたいなと思いました。はい、アプカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分も紹介していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回のアプカミ、お相手は椿ファクトリーの山岸莉子とビヨンズ地下鉄の江口沙耶でした。さようなら。次回のアプカミは椿ファクトリー弱さじゃないよ恋はミュージックビデオ撮影メイキング、そしてモーニング娘。22チチチ僕らの未来のレコーディングの様子を公開予定です。お楽しみに。誰のために生きるべきだろう。